どうもー、陽次郎でーす。今日はなんかすげえなんか、もやかかってんな、なんか。寒暖差のせいですかね、よくわからないですけども、はい。今日はですね、7日のことをね、YouTube 7分の22って検索すると、最近は結構、切り抜き以外にもいろんな方々出てきたので、そちらの方々を、ちょっと気になった方々、お二組ぐらい紹介しようかなと思います。それでは、まずはこちらですね。はい。なんでもドクター K さんっていう方なんですけども、こちらの方は、まあ、こちらアップロードされた最新のやつで、ヒアシンスの曲を、ピアノで演奏するっていう、まあ、弾いてみた系っていうんですか、なんかそういうね、感じすげえなと思って、ついに、ついコメントしちゃったの最高ですって、一番上のこのヒアシンス、京都駅で弾いてみたみたいなやつに、ね、投稿してくれたり、なんか、どうやらなんか僕の動画をなんか見てくれてたみたいで、ありがたいことでコメントもくださって、で、紹介してもよろしいでしょうかって、そのコメント欄でお話しさせていただいたら、ぜひともお願いしますということでね、はい、今回動画撮ってるんですけども、なんかね、うん、こちらのですね、なんか、ピアノ、やっぱりね、7分の22大好きですってことでね、なんか、概要欄に、メンバー一人一人へのコメントが、ね、わかりやすく3行ぐらい、ね、コメントされてて、で、卒業された、ちはるんと、一応ここではめいちゃんって言いますね、めいちゃんにも、コメントを、書いていて、すごく、うん、7人時代が溢れた、なんかコメントだったんで、ね、ぜひともね、概要欄に貼ってますので、よろしかったら、見てみてくださいということでね、はい。で、一応、なんか、ね、もともとピアノがご趣味だったのかな。で、一から、自分で、作って、音源っていうんですか、その弾き方っていうんですか、それは作ったみたいですね。これすごいなと思って。で、なんか、こちら、プロフィール欄にも、なんか、書いてあった、自己紹介って形で書いてあったんですけども、普段は、内科専攻医、お医者さんなんですか普段はお医者さんらしいっす。で、仕事の傍らピアノ弾いてますってことでね、すごいっすよね。こういう、なんか、と思って、はい。で、なんか、ツイッターとか見ても、なんか、今後ね、人生のビジョンとかいろいろ考えてる、方だなぁと思って、すごいなぁと思ってね、はい。なんか、うん、来年からね、忙しくなってしまって、投稿頻度はなんか落ちてしまうかも、みたいに書いてあったんですけども、ね、8シングルも、ね、ピアノで弾いてみたいみたいなことを言ってらっしゃったので、もう本当にね、8シングルの、ピアノ、ね、ピアノの演奏、期待しております、ということでね、まず一組目の方なんですけども、で、二組目の方なんですけど、一組目のね、なんでもドクター K さんは、連絡ね、させてね、いいでしょうかって書いたんですけど、二組目の方は、何にも連絡を取っておりません。はい。だから、もしかしたらごめんなさい。怒られるかもしれないです。でも、紹介させていただきます。7分の21さんってことでね、なんか、こちらね、最近、なんか、バンって出てきたんですけども、7日の、アイドルですよね。コスプレをして、むずい踊ってみたっていうことでね、はい。なんか、完成度がめちゃめちゃ高かったですね、はい。うん、だからすげえなと思って、うん、このなんか、ね、なんて言うんだ、やばい。ちょっと疲れてるぞ。ごめんなさい。このサムネもね、なんかすごいなと思って、忠実になんか、再現されていて、あとなんかライブ映像とかもね、うん、あって、すごく完成、なんか、いわゆるコピーバンドじゃないですけど、コピーアイドルみたいな感じなんですかね、で、とても完成度高くて、このなんか衣装も、なんか、メンバーの、霊華役の方が作ったんですか？うちさんって方ですか？はい。うん。なんか、このうちさんって方のツイッター見てたら、なんか、そこに、ね、馬娘のね、なんか、馬ぴょん伝説のとか、それも作られたんですけど、すげえなと思って、で、こちら7分の21さんが、次は11月6日に開催される、なんか、ライブがあるんですかね。に出演するということで、はい。
大阪なんですか？大阪ニュール、ニブ、ニュールでいいんですか？NULL に、ニブ、大阪に出演するということで、はい。まあ、さっき紹介した何でもドクター K さんも京都出身の方で、京都っぽいですよね。京都駅で演奏してたみたいな感じで、こちらもなんか関西を拠点に、活躍されているということで、僕、ベラボーに関東なんで、多分行けないとは思うんですけど、もう本当に頑張ってくださいと、応援しております。うん。ねえ、メンバーはなんか8人なんすか？ミカミンとかがいないんすかね？うん、1,2,3,4,5,6,7,8,8人だ。ミカミンと、パッてわかんねえや。ジュンちゃんいるもんね。うん。あ、タムがいないのか。タムがいなくて、この時間スリームだな。この時間スリームだな。ごめんなさい。だいたい僕なんか誰か一人ね、こういう話の時忘れるんですよね。ごめんなさい。思い出したら、概要ここに書いてると思います。ごめんなさい。ということでね、はい。まあ、いろいろなね、方々がね、やっぱり、僕一人だと絶対にこの界隈、ね、界隈というか盛り上げられないと思うので、うん、まあ、今回ご紹介させていただきました。7/21さん、本当にご迷惑だったらごめんなさい。なんか DM か何かでね、ふざけんじゃねえみたいな、勝手に紹介しやがってみたいな DM を送られていったらこの動画すぐ消しますんで、はい、なんか、ごめんなさい。はい、ということでね、今回の動画締めようと思います。それではね、チャンネル登録だったり、高評価、バッドボタンでもいいので何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとは、コメントも、してくれたら嬉しいです。